久保さん、精神の自由、いいですね。いや、ほんとまさにその通りだと思います。うん。お金がいくらあっても精神の自由がなかったら、多分ね、しんどいんですよ。僕が推奨してるのは、あの、20万をネットから稼げるようになれば、田舎行けば、もう全然暮らしていけるよと思うんですよ。本当に。20万あたり余裕ですよ、田舎。だって僕のとこ家賃4万2000なんですよ。で、ネットも駐車場無料でしょで、 あの、まあ、車なんか持たなければ、まあ、かかんないじゃないですか、何も。ね、税金も自動車税もかかんないし、なんだ、メンテナンス費用もかかんないし、車検もないし。だからもう、ね、まるっと20万で4万2千払うでしょネット無料だし。で、あと携帯代。あと食費。10万ぐらい余りますよ。<laughs> え、10万毎、毎月買い物します ななんんかそんな高いもの欲しいんだったらちょっとね、それじゃ買えないかもしれないですけど、まあまあ、精神的に自由に暮らしていけると思いますけどね。うーん。だからもっとなんか、車乗りたいとかだったらもっと頑張らないといけないですけど、まあそういうのがないんだったら、全然多分20で余裕だと思いますね。うんだって10万余るもん。<laughs> うん。そう。まあ、久保さんがね、見栄だったとは思わなかったですけどね。 見えだったんですね僕は、僕は、まあね、あの、見えというか、まあそ、それしか道がなかったっていうね。ただそれだけなんですけど。うん。だからね、僕がおすすめするのは、道を一つに決めるっていうのが一番いいと思います。そこしか歩けない。そこしか歩けないから、そこを歩くしかないっていうふうにすれば、まあ、あの、到達しやすいかなと。道が10個目の前にあったら、 まずどこ、どの道を行けばいいかって悩む時間もあるし、で、じゃあこっちの道やっぱダメだな。こっちの道。じゃあその10本道歩いたら相当時間かかるじゃないですか。結局1本の道をひたすら歩いた方が、結局、その、歩いた距離は長くなるんで。うん。だオンデーズの田中社長が言ってましたけど、まあ、あの、点を取られ,取れ、点を取られなければ、なんだ、バッター、 ボックスに立てると。で、バッターボックスに立てる回数が増えれば、ヒットを、自ずとね、ヒットを打てる回数は増えるよねと。だから点を取られないことであるみたいなこと言ってたんだけども、まあ、まさにそうだなと。点を取ら,な取られなければ、あの、バッターボックスに立てる回数は増えますよね。うん、そのコールド負けとかなんないじゃないですか。こう、野球だとコールド負けってあると思うんですけど、うん。 だからまあ、あの、一本に決めて、まあできるだけリスクがない。まあ僕なんかはもうビビリなんで、まあいろんな稼ぎ方知ってますし、久保さんからね、昔その、ファックスビジネスこれめっちゃいいんですよっていうね <laughs>、進められた過去もありますけど、他にもいろいろありますけど、なんか、何もやんなかったのは、やっぱ臆病だったし、まあ借金もありましたから、その時からね。 僕はもうそのリスクない道、まあコンテンツビジネス一点張りでずっとやってますし、まあこれからもそれは続きますね。だからその、だって久保さんなんかね、人竜ですよ。人竜だし YouTube もうこれだけでね、やってるわけじゃないですか。もう0円ですからね。即果塾を維持する費用0円。<laughs> もうあらりほぼ100%ですよね。う だからまあ僕はもうコンテンツビジネスをとりあえずもう一点張りでやっていくっていう。で、キャッシュを作るっていう、まず当面ね。これしかやらないですね。うん。だからまあ、まあ、うん、借金も返せたし、あの、なんだ、あまあ、車もね、親にプレゼントできたしってとこでもしそれが僕ブレてたらまたわかんなかったかもしれないですね。うん。だから一本道に絞るっていうのが僕はおすすめですね。 はい行ってらっしゃい。